はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。この番組に続きやっていきたいと思います。3回戦後半ですかね。と言ってる間に浅田君があっさりと三振。さあ、初ヒットの出たね、小森君。あ、これは天ぷらだ。アウ、トライ、トライ。ここのピッチャーが C 上がりに調子よくなっている。あ、長打になる。これはリベット。萩原君もね、ここに入れてる意味がやっぱりいきますね。で、三岡君なんとかしてくれ。ツーアウトやからね。あ、打つのは打つんだろうけど。あー、出ちゃったアウ。いや、なかなか点に結びつかないなこれはどうしたらいいんかな。三岡君、本当に頼むよカラーはね、すごいいいんですよね。ついてないというか これはあれ、レフトへの左中間への大きなフライ行った方がいいかな。ちょっとだけ遠い打線怖いですからね。トライ、おい、三岡君頼むよ打点は弾くわ。ではもう2アウトからね、エラーやったからまだいいけど。トライ、なんとかね、小森くん抑えてくれてるからいいけど。追加点入ればね、代打いけるんですけどね。おう、綺麗な人。さあ、4番は打たせましょう、送らずに。タイム、はい、セーブ。一発欲しいなアウト。おう、フォアボールか。おう、タイム、ブレイク、ブレイク、アウト。あはは、単独スチールして、チャンスを潰すようなことはやめてほしいなまあ、ちょっと確かにちょっと足早いけどね。
次ピッチャー打順回るね。代打行きましょうか。ブレイブ。三岡くんね、三岡くんじゃない、小森くんよう頑張ってくれましたね。さあ代打出しましょう。手はかった、まあいいか。そうですね、栗山くんですね。で次の試合の先発はあのもう一人のね、彼に2年生の彼にさせましょう。なんかね、送ってくれても全然 OK。
ウ。さあ、ここから打たせていきますよ。はい。ゲツはないからね。これは綺麗でね、スタンドですね。はあ、ペーアウト。さあ、4番決めてください。行くえ強いね。これは順当に行けば準決勝で当たんのか。ベスト16ですね。ねえ、最初の練習試合に負けた古川工業も出てきてるし、向こうは東北がおるんですね。なるほどね。はい、ということでね、今回もご視聴ありがとうございました。なんとか無事にベスト16進出できましたね。次は佐野間川戦ですね。お楽しみにしておいてください。それではさよなら。